岡山、竹部医療福祉専門学校は、岡山県岡山市北区竹部町福渡里にある3年生の看護師養成の専門学校である。敷地内に介護老人保健施設、青いのその、岡山福渡里を併設している。岡山、竹部医療福祉専門学校は、2014年4月、岡山県立福渡里高等学校の跡地に開設された。 三年生の看護学科を有する。大学等における就学の支援に関する法律に基づく高等教育の就学支援新制度の要件を満たす対象校として文科省の確認を受けている。教育の理念は青い会グループの直すと防ぐを高いレベルで両立し、健康な人生をトータルにケアしていく医療を目指すの理念のもとに人間の尊厳と権利を守り、 あらゆる健康レベルにある人々に対して、真摯な態度で看護を提供できる人材を育成することである。教育目的は、看護に必要な知識、技術、態度を習得し、豊かな感性と自己教育力を養い、保健医療福祉の向上と、国際社会及び地域社会で貢献できる有能な看護師を育成することとされている。 旧福渡高校の敷地を利用した自然豊かな広いキャンパスで、雄大な景観を望める。学生寮として、桜園寮と竹部の森寮が設けられている。AB 福祉専門学校が、完成旧福渡高跡地、4月に入学式産業新聞2014年3月30日、平成26年度開校等の予定の看護師等、 養成書一覧文部科学省教育大学、大学院、専門教育学びたい気持ちを応援します。高等教育の就学支援新制度支援対象となる大学、短大、高専、専門学校 AB 岡山、竹部医療福祉専門学校学校案内、教育理念、目標 ABC 岡山、竹部医療福祉専門学校学校案内概要、学生募集停止のお知らせ岡山、 竹部医療福祉専門学校 OKAYAMATAKEBE.isu.ac.jp2021 年4月3日閲覧岡山竹部医療福祉専門学校キャンパスライフ学生寮ありがとうございます